楽天今井監督、サンドウィッチマンにラブコール。楽天今井監督は東北出身で大の楽天ファンでもあるお笑いコンビ、サンドウィッチマンと同じ芸能事務所、グレープカントニーに所属する。監督就任会見でファンサービスの重要性を語っており、今後に共演が実現すれば大きな話題となりそう。秋季キャンプに来ていただけるなら、嬉しいですし、盛り上がる、とラブコールを送った。興奮してきたな。結構喜んでいきそうなイメージある。まあ年間5回くらい地元ローカル番組で球場と選手に絡んでるからな。その番組のスポンサーが楽天イーグルスだし。今集客も微妙らしいしこういうのは大切ちゃうか。金ばっか積み上げて担当した補強や監督デイブ大久保とかやって遊んでたツケが来てるだけやん。芸人にこびるって落ち目感で過ぎてて嫌いだわ。ダセいことするなよ。今井も芸人定期。ぼんやりぬで普通に行くやろ。楽天だし来シーズン結果でなきゃ即解任だろうな。サンドじゃなくて長野軍団が来たらどうすんねん。早くも終わりそう。伊達は高校の野球部視察行って野球部の生徒を楽天戦招待したり、よく試合を見に行ってファンから伊達が来たから負けだわら、とか言われるぐらい楽天ファンだから可能性は十分にある。伊達が監督でいいだろ。ご視聴、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価も、よろしくお願いします。他の動画もぜひ、ご覧いただけると嬉しいです。